タレントの有吉弘行が、12日放送のラジオ番組、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーで、引退宣言で話題となっている歌手みその2に対し、引退詐欺みたいなことされると、無性に腹が立つよ、と切り捨てた。30歳で引退すると、宣言しながらも、その後の仕事が決まったため撤回せざるを得なくなったみその。その結果、引退詐欺、などと、批判を浴びたが、昨年10月にリリースしたアルバム、いえ、うち、は、米印アルバムが一番前売れなかったらみその派の CD を、発売することができません、との、サブタイトル付きで注目を、集めた。しかし同アルバムの売り上げは13日現在、目標の半数程度にとどまっている。かつて芸能界でどん底を、経験している有吉だけに、みそのが、引退、を掲げて、活動する姿勢が気に食わない様子。この世界って、続けたくても続けられなくて、死半ばにしてしょうがなくやめていく、連中が多いからさ。こうやって引退詐欺みたいなことされると、無性に腹が立つよね。ふざけんじゃねえよ、しょう、と、笑いながらも不快感を、あらわにした。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。